で、いろいろとクラウドサービス、クラウド API のお話をしてきましたけれども、既存の皆さんのサービスも含めてですね、実は我々のアドインのアプリケーション、あるいはクラウドの API を使ったアプリケーションやサービスを公開する、販売する場として、エクスチェンジストアというのが用意されています。でこちらはですね、もともとはまあデスクトップのアドイン、プラグインを販売する場だったんですけれども、まあ製品によってはブロックライブラリー、ファミリーライブラリー、コンテンツですね、あとマニュアルの関係、電子ドキュメントとかトレーニングマテリアル、こういったものも一律に記載してお客様が、まあ、ダウンロード、入手していただくような環境です。で弊社のメインのデスクトップ製品には必ずこのエクスチェンジストアにアクセスできるボタンやメニューというのが追加されていますので、簡単にアクセスしていただくことができます。でこちらはですね、有償のアプリケーションの公開も可能でして、現状決済には PayPal と BlueSnap というものを使ってお客様、あるいは皆さんが公開する際に有償アプリを選択して公開していただくこともできます。でエクスチェンジのストアのですね、実際のページなんですけれども、こちらはこんな感じです。まあ、今デスクトップの製品カテゴリーごとに出てますけれども、この中に見てください。Fusion 360もありますし、この中に今現在はですね、ウェブサービスを公開するということも可能になっています。で、無償で公開していただけます。ADN に入っていただく必要はございません。でもし ADN に入っていただく場合、別に特典というのはありませんので、メリットというのはありませんので、まあ、プログラム上内容分かっていらっしゃれば ADL でなくてもこれ提出できます。で統計情報もすべてオープンの形で公開しておりまして、こちらクリックしていただきますと、月光ボードということでですね、各国、まあ、どの国が一番ダウンロードしているかとか、あるいは過去30日でどれぐらいのダウンロードがあるのか、そういったデータがすべて目視できます。で今画面上に出てまいりますけれども、まあ、よくダウンロードされるアプリケーションとかですね、日々のデータ、日本は今ダウンロード数でいうと、イギリスについて5番目ですけれども、こんなような情報をリアルタイムに見ていただきます。できれば、まあ、ここに日本の皆さんが公開したアプリが記載されることを希望しますけれども、そんなことも、まあ、やぶさかではないと、まんざらでもないというか、そのできるというふうにご理解ください。で、こちらの公開方法はですね、先ほどのページに書いてありましたけれども、autodesk.co.jp developapps と、このサイトの中に、提出の方法がすべて書いてございますので、もしご興味があれば、無償お試し版有償版含めて公開をしていただくことができます。で実際公開の手順もですね、この中に、ここですね、提出プロセスの概要ということで、まあ、こちらのリンクがあります。実はこれエクスチェンジストアのですね、一番下のページにエクスチェンジアップス開発者の方へ、このボタンをクリックしていただくとこういう画面です。皆さんのお名前を教えてくださいとか、アプリケーションのアイコンを登録してください、名前を入力してください、有償ですか無償ですか、こういったものを次へ次へって入力していただくと、皆さんのアプリが審査の後にですね、審査って大した審査しませんけれども、公開されます。ぜひ皆さんのサイト、ウェブサービスも含めてですね、今提出していただくことができます。クラウドサービスも公開できますので、お手持ちのサービス、こちらを経由して公開していただきたいなというふうに思います。まあ、オートデスクのユーザーさん、設計者、デザイナーの方はこちらをよく見るような状態がもう出来上がってますので、ご検討をお願いいたします。それからオートデスクユニバーシティジャパンなんですけれども、こちら何度もご案内しております通り、10月9日にですね、ADN トラックを含めまして、開催をいたします。API、クラウドの API は日進月歩なので、まあ、3ヶ月先になりますけど、その頃ご案内できる内容は、今日ご案内したものよりも、ちょっと違う内容になるはずです。そういった部分を含めまして、ぜひご参加をご検討ください。でこれちょっと名前がとっつきにくいんですけれども、アメリカではですね、2週間デベロッパーの方にオートデスクのオフィスに来ていただいて、開発者とまあワントゥーワンでですね、ワンオンワンでコミュニケーションして、プロトタイプを作るところまでやっちゃおうと、クラウド API をまあ広めるためにそういう活動をしています。で、ヨーロッパではちょっと2週間長すぎるだろうということで、1週間でドイツ等でですね、開催する予定です。で、今ちょっと言われているのがですね、日本でもやったらどうかと言われてまして、
日本はちょっとクラウドの採用そのものが遅れているので懸念点として私その部分を訴えたんですけれども、まあ、とりあえず情報収集しろというふうに言われてまして、皆さんもしこのクラウドアクセラレーターというのをオートデスクジャパンで日本で開催した場合にご参加いただく意向がございますかというのがアンケートの中にございます。できればそこであのあんまり興味ないとか参加しないとか参加するとかっていうところにチェックしていただいて参考にさせていただきますので、ぜひアンケートご協力をお願いしたいと思います。もちろんここで今日ご紹介していないような API ももしかしたら扱えるかもしれません。